こんにちは、島直香です。はい、自作の牡蠣です。いろんなところからいけれるような感じで作ってみました。今日はこの牡蠣にいけていきます。まずは風船とワタいけてきますね。風船とワタのこのたるんとした感じをね、出していきます。どうだろう、こんな感じでね。ふわふわっとした感じ。ちょっとこれ傷んでるから取っちゃいますね。はい、出しました。そしてここに私ね、今日ね、どう、乱れ菊って言います。これを生けていこうと思います。でもしっかりお掃除してあるの分かりますよね。ね、向きがね、思う通りにいかないけど、それはそれで、そこが魅力のあるこの乱れ菊ですよね。あら、よいしょ。うまくこう顔がね、正面の方に向けばいいんだけど、結構みんな暴れてます。もうね、しっかり撮ってますよね。そうじゃないと入らない、うまく。これこうかな。これちょっと前にしようよっ。ねね、よいしょ。牡蠣の首がね、細くてちっちゃいから、乱れ菊みたいにこう細いのいいですよね。うまく入ります。これどうかな、いけちゃおうか、ね、どうでしょう。こう聞くと、この風船とワタがこう暴れてるような感じね。そういうのが出るといいんですけど、さあ、前から見てないからどんな感じになってるのかいまいち分かんないのが怖いなと思ってます。後ろから生けてると結構前ができてないっていうパターン多いんですよ、ね、さあどうかな。このぐらいでふわーっとした感じ出ましたね。よし、そしてだ、ここにほらちょっと濃いめの菊、これ入れちゃいます。ね、こういう鉄牡蠣だったらね、それこそなんていうの、葉っぱもののパキッとしたのとかね、そういうの持ってきたらって思ったんだけど、逆にね、こういう菊のこの乱れてるの持ってくるのもいいかなと思って、今日こういう選択をした次第です。前の方にこう黄色い密度を増やしていきますね。どうでしょう。で、ちょっとこういう風船とワタの綺麗な濃いめの短いのね、これ前持ってきます。ちょっとでもこれだけが足りないかな。役者がちょっとこう、もっとこうパキパキっとした人来てほしいなって思ったらダリアがあるの。ダリア入れちゃう。やっぱりこうパキッとしたものが欲しいのね、こういう時って。はい、
乱れ菊ね、こう暴れる感じ、うん、もうちょっと暴れてる線増やしちゃおうか、こういうの ね、お花の向きがねコントロールしにくいから、これなんかいつの間にか後ろ回ってた、こういけたつもりだったのに、こうね、ちょっと前を見てもらいましょうか。はい、ね、なかなかね乱れ菊をコントロールするのは難しいですよ、簡単にはいきませんね。そう、これはちょっと入れるのしんどいかな、このぐらいにしてみましょうか。はい、ね、もうね口がねいっぱいになってるのよ、あんまり入んない、ね、前の方にこうキューッと入れてみたいなって思ってます。どうでしょうね、よっ、そうね、これね、よいしょ、こういう菊をちょっと増やしていってみたいかな、これにしちゃおうかよ。はい、そうね、ダリアもう一本入れたいんだけど、うん、ここに入れちゃいます。はいはい、どうでしょう、こんなところで完成ですって言いたいんですけど、多分この乱れ菊のラインが気に入らなくって5分したら前で直すと思います、ご容赦を。作品ナンバー514、自作の哲学に行ける、好評、行ってみたいと思います。どうですね、自分でねくねくねくねって刺したはいいけど、あ、落としつけてなかった、水入れるところね。で、後から鉄工所行ってこの水入れる部分作ってもらったんです。そしてそれが先立って完成して速攻で行けてみました。どうでしょう。いや、正直なとこね、もっとこうなんていうの、硬い花材でも持てちゃおうかなと思ったけど、意外性を狙って乱れ菊をこうバラバラバラと生けてみた次第です。どうでしょう、あの乱れ菊ってね、こう暴れまくってて、向きもこううつむいてたり上向いてたり、こうすごくランダム、あのコントロールができないような感じね。でもそのラインを楽しんでいけるっていうのが面白いですよね。はい、そして乱れ菊だけじゃちょっとなちょっとなって思ったら、やっぱり風船とわた持ってきました。まあもう実際もうちょっと風船とわたに長さがあって、もうちょっとこうダウン下がるライン作れたらよかったかなとは思ってますけれども、まああのキューバごしらえとしての作品としてはこんなもんでしょうか。うん、あの正直ね、手つかきできたのが嬉しくって、あんま何も考えてなくって、もうちょっと花材吟味した方が良かったかなっていうのはちょっとだけ反省しております。うん、まあ最初はまだ自分で作ったこの花器の特性もあんま理解できてないし、理解できてないっていうのもひどいんだけど、まあゆっくりこれからおちおちこう考えていって作品作っていきたいなって思っております。あ、なんかねちょっと反省としてはね、やたらダリアがここのとこ続いてんじゃないのっていうのはあります。まあダリアってこの時期が一番ほら綺麗かもしんないからいいかなって自分で言い訳してます。あ、この黄色い菊かわいい、うん、あ、もうちょっと葉っぱ減らしてもよかったかなともちょっと思っております。さあどうでしょう、いろんな角度から撮っておりますよ。ゆっくりご覧になってください。さあ、次はこのね、足元のこのカクンカクンカクンとしたこの線を生かしたような作品を生けてみたいなって思っております。それではいつものように YouTube 登録およびコメントお待ちしておりますね。コメントこそが私が作品を作る時のエネルギーなのです。皆さん、今日はありがとうございました。